アイテム番号 SCP-230JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、 SCP-230JP 群はサイト81の熱帯性生物飼育施設内にある湿潤環境区域にて 60×30×30 以上の昆虫用飼育ケージ2つに分けて収容します。この2つの飼育ケージは並べて設置します。ケースには紙製の卵ケース、または同素材の代替品をケース内容量に対し6割程度積み上げ、その上に A4 のコピー用紙を1枚置いてください。確実で給仕を与え、飲み水を切らさないようにします。また SCP-230JP を収容する施設にレベル3以上の職員による許可なくブラッタラテラリスの持ち込みを禁じます。SCP-230JPA による要請があれば、レベル3以上の職員の許可を取り、一辺が30メートル以内の室内を十分に閉鎖した上で SCP-230JP 群をケージから解放、または娯楽品を与えることを許可します。また、過剰に増えた SCP-230JP を同施設内の昆虫食 SCP の餌にする案は、現在検討中です。説明。SCP-230JP は現在3000匹以上からなるブラッタラテラリスの個体群、またはその個体群特有の行動、あるいはその遺伝情報です。SCP-230JP を単体として見た場合、通常のブラッタラテラリスと全く変わらない行動をとり、特異性は見られません。その特異性は50メートル以内の空間に対して SCP-230JP を含むブラッタラテラリスが1000匹前後以上の個体群となった時に現れます。十分な数の SCP-230JP 群は一つの知性に従うように振る舞い、文字の形に集まることで観測者と意思疎通を試みます。その文章は日本語で知性が確認できます。この知性、もしくは群体行動、あるいは群れを指揮する何らかの存在を SCP-230JPA に指定します。SCP-230JPA として振る舞っている間も、SCP-230JP を単体として見た場合は通常個体と差異はなく、偶然そういった行動をしたように観察され、外部からの刺激に対しても通常のブラッタラテラリスと同じ反応を返します。SCP-230JPA の激しい感情に対して SCP-230JP 群が反応することがありますが、一過性であり後遺症等は見られません。SCP-230JP 個体が SCP-230JPA を認識しているかどうかは不明です。SCP-230JPA は SCP-230JP の感覚器官を通して周囲の状況を知覚できることを確認しています。現在、SCP-230JPA は財団に対して比較的協力的な態度を示しています。財団職員が SCP-230JPA と意思疎通を取る際は、飼育ケージに備え付けられたコピー用紙に文字を描くので、それを注視してください。これは飼育上必要な紙製卵ケース上では文字の判読ができなくなるためであり、室内に開放した際は適時明色かつ平面なもので代用できます。この時、ブラッタラテラリスは滑らかな面では足を滑らせ移動が緩慢になることを留意してください。SCP-230JP 群に通常のブラッタラテラリス個体を接近させた場合、群体のおおよそ50メートル近辺から SCP-230JP としての特異性を発揮し、SCP-230JPA の意思に従う行動を見せます。多種のゴキブリ類が接近してもこのような影響はありません。また、SCP-230JP 群から無作為に選んだ個体を50メートル以上引き離した場合は、SCP-230JP としての特異性を失います。様々な実験の結果、SCP-230JP 群と血縁関係にある個体を含む個体群が半径50メートル範囲に1000匹以上の密度を超えた場合 SCP-230JPA が出現すること、条件を満たす群体が複数ある場合は個体数が多い方を優先することが判明しています。
この条件が満たされていない場合、SCP-230-JPA は次に条件が満たされるまで意識を失います。条件が満たされていない間、SCP-230-JPA は瞬時に時間が飛んだように感じると主張し、それを認識することができない様子です。その性質上、何らかの方法でオリジナルの SCP-230-JP が出現したこと、現在の個体群はすべてそのオリジナル個体の子孫であることが示唆されています。SCP-230-JP オリジナル個体の子孫が、管理外に存在する事態に備え、個体群を分散することで意図的に収容違反を狙い、ブラッタ・ラテラリスに紛れて流通する SCP-230-JP を探し出す試みが過去に実行されました。この試みは、SCP-230-JPA の意識が失われるという結果となり、現在、SCP-230-JP の全個体を収容している可能性が十分高いと思われます。ただし、管理外の SCP-230-JP が1000匹以下である可能性はわずかであるが残っているとみられ、現在、定期的な分散と SCP-230-JPA に対するインタビューを行う計画が検討されています。ポイ1昆虫食型の SCP への新しい餌用昆虫として検討されていたブラッタ・ラテラリスを、個人的に飼育していたヤブヘビ博士がサイト、81、へ持ち込み、施設の規約である感染防止目的の検体中、その特異性が確認され回収されました。ポイに SCP-230-JPA に対するインタビューから抜粋。対象、SCP-230-JPA。インタビュアー、ヤブヘビ博士。付記、SCP-230-JPA の言葉は、SCP-230-JP 群が描く文字をそのまま書き起こしています。録音開始、2000年7月6日。ヤブヘビ博士、やあ、SCP-230-JPA、調子はどうだい？ SCP-230-JPA、ゴキブリ的には元気だよ。それとも僕に調子があると思うかい？ヤブヘビ博士、それはそうだった。SCP-230-JPA、今日は君について聞かせてほしい。SCP-230-JPA、名前は、県生まれ、大学生、市のボロアパートで一人暮らし。何度目だかわからないけど、そろそろ信じてくれよ。ヤブヘビ博士、ふむ、それはつまり、かつて君は人間だったということかね。SCP-230-JPA、そう、今は落ちぶれてゴキブリ大将だけど、昔は大学生だったんだ。ヤブヘビ博士、なるほど、その時のことを詳しく教えてほしい。SCP-230-JPA、あの日は、彼女とつまらないことで喧嘩して別れ話になったんだ。それから焼け酒を飲んでひどく酔っていた。だから、居酒屋で友達とガブ飲みしていたことしか記憶にない。散々飲んで、女性の人命、ゴキブリ軍が過剰に走り回る。ヤブヘビ博士、落ち着いて、それから君はどうしてゴキブリになっていたのか教えてほしい。SCP-230-JPA、ああ、ごめんね、それから気がついたらゴキブリの群れになって虫かごに入ってて、あんたに飼われてた。それから数日でこの施設に連れ込まれたんだ。ヤブヘビ博士、なぜ自分がゴキブリだとわかったんだい？ SCP-230-JPA、数秒間、不自然に動くも文字になりきらない。仮に、あなたが突如360度の視界を手に入れたとしよう。ヤブヘビ博士、質問の意図がわからないが、まあ、そうなったとしよう。SCP-230-JPA、そうなったとして、それを普通の人間に口で説明できると思うかい？似たようなものだ。僕は今ゴキブリの視界や嗅覚、触覚を持っている。音や気配の空気振動を全身の毛から感じ取れる。それらが全個体分一斉に感じ取れて、それを同時に理解できるんだ。
でもそれは人間の言葉じゃ説明しにくい。ヤブヘビ博士、感覚をすべて同時処理しているとして、各個体は毎日死んだり、不慮の事故で死亡する。それは苦痛ではないのかな？ SCP-230-JPA、群れの一匹が傷ついたら多少の痛みはあるけど苦痛じゃないよ。同時にたくさんだと痛いかな。ゴキブリたちの感覚はすべて合わさって一つの身体みたいなものなんだ。その細胞一つが代謝しても、感動はない。それと似てる。ヤブヘビ博士。では、もう一つ質問だ。個体への命令はどうしているんだい？ SCP-230-JPA。先生はウアンをどうやって動かしてる？ヤブヘビ博士。こう、動かしているな。SCP-230-JPA。僕もこうやって動かしてるよ。ヤブヘビ博士。なるほど。ありがとう。今日はここまでだ。何か欲しいものはあるかい？ SCP-230-JPA。それはゴキブリとして、僕個人として。ヤブヘビ博士、両方で構わない。SCP-230-JPA。ゴキブリたちはメロンパンを食べたがってる。僕としては、家族に会いたいな。ヤブヘビ博士、考えておこう。SCP-230-JPA。そう言ってくれるだけで嬉しいよ。録音終了。追記、2000年7月14日。SCP-230-JPA が主張する、県、市在住の、市は、調査の結果実在することが判明しました。その人物は SCP-230-JPA とは別に生存しており、おおよそ SCP-230-JPA の主張通りの人物ではあるものの、一人暮らしではなく女性と同棲している点のみ主張と相違します。聞き取り調査の結果、市は SCP-230-JP について知りませんでした。現在、推論の域を出ませんが、何らかの影響で、市の意識がコピーされ、SCP-230-JP 群に宿ったのではないか？との見方が強まっております。この調査内容は SCP-230-JPA に対して精神的な負荷や収容違反の試みを促すことが予想されるため、レベル3以上の職員の許可なく SCP-230-JPA に伝えることを禁じます。SCP-230-JP は私に2つの不安を与える。1つはある日目覚めたらゴキブリの指揮官になっている不安。これは大した問題ではない。もう一つの恐ろしい不安は私たち人類が自由意志に従っているように見えて、その身、指揮官の命令に無意識かつ盲目的に従っているだけの操り人形である。という不安だ。後者の不安が的中することは、XK シナリオよりも恐ろしいことかもしれない。2例目の SCP-230-JP が見つからないことを、そしてそれが人類ではないことをただ祈るばかりだ。ヤブヘビ博士。